いつでもそれをどこでもそれを吐いていた。ある日僕はお使いに街へ出て、靴屋さんの前を見て立ち止まった。素敵な靴が飾ってあった。青い靴、限りないもの、それが欲望。流れゆくもの、それが欲望。僕が二十歳だったとき、君に会い、君が僕の全てだと欲しいと思い求めていた。君と僕の教会で結ばれて、指輪を交わす君の指、その指がなんだか僕は見飽きたようで、死んでいく。僕はそれを当たり前と思ってる。それでも僕はどうせ死ぬなら